ットという楽器は、キビの板を貼り合わせ、13本の糸をかけ、右手と左手を使って、多彩で色鮮やかな音を出すことができます。和の心というものを蓄えた楽器です。私は琴を使って和の心を伝えていきたいと思います。私にとってグループ4は和楽器、洋楽器といったジャンルにとらわれず、お互いを一つの楽器として認め合い、新しい演奏の形を提案できるグループです。琴の Mitsuhara Hiroki 君、彼の演奏を聞いた時に本当にね、音が彼は非常に叙情的なんです。 しかも鋭いで、しかも彼はそれを求めているようなところがあって、ちょっと僕も感動しましたね。